稚内北星学園短期大学は日本最北端の都市稚内にある短期大学です。稚内北星はコンピューターを勉強するために最新鋭のマシンを揃えています。ワークステーションと言われるこの種のコンピューターはパソコンの数十倍の性能を持ち、すべてネットワークでつながれています。広い実習室での演習授業は開放的な環境で、先生や学生同士で自由に相談しながら学習を進めていくことができます。一部の授業では独自の CAI システムを開発して使用しています。稚内北星ではマルチメディアやネットワークなど世界の最新テクノロジーを導入し、1年生から世界の情報に触れることができます。インターネットを通して世界中のコンピューターにアクセスし、その情報を読み出すことができます。空いている時間には自由にコンピューターを使用することができます。もちろんゲームもできます。ワークステーション上ではネットワーク機能を生かした対戦ゲームが多数あります。無料で公開されているゲームも多くあり、世界中のコンピューターからデータの収集を行っています。稚内北星はゲーム専門の学校ではありませんが、ウィンドウプログラミングやグラフィックスの勉強ができますので、それを使ってゲームを開発する学生も多数います。来年には今話題の MPEG-2 という動画通信システムを導入します。好きな時にビデオを見たり会議を行ったりすることができます。このシステムは大手コンピューターメーカーが新しく開発中のものであり、日本で初めて稚内北星に導入されるものです。一人一台のビデオカメラも用意する予定で、マルチメディア開発環境も万全です。また来年には一人一台の Windows マシンを備える予定もあり、なんと一人で2台のコンピューターとビデオが使用できる環境になります。稚内北星は常に最先端の機器を揃え、最先端のコンピューターが学べる環境で皆さんの入学を待っています。